はい、こんにちは。札幌のアイビューサイマーシの後藤です。今日はバッサリ切りたいということで、前触り気味のパッツンボブにしたいと思う。今相当長いんで、どこまであるのかな。今多分へそ下ぐらい。へそ下ぐらいまで。ぐらいまで。そうですね。結構長いですね。いいですか。はい、はい、です。それに、ちょっとラベンダーシュっぽい感じのカラーを乗っけていって、乗っけて仕上がりの時にちょっとメッシュを入れていきたいと思います。はい、で前髪は、R2 でいきます。本人の癖殺したくないよね。テールでこうやってポチリしていきます。で、このままイングラインこうねじっていく感じですね。こういう感じ。で、ここが分かれる癖があるんで、結構引っ張って切ると失敗しやすいですね。結構ね、この分かれ目がありますもんね。うん、綺麗な、この分かれ目あるっていう人は、これ離婚運なんですよ。結婚しても離婚しちゃう人だったなんてですね。これそうだね。いや、ずらっと思ったのに今。でこれ流れる感じで眉毛ぐらいでいいんじゃないの。うん、まあ僕はこうブロッキング取らないでカットしちゃうんですけど、今日はそうしないで分かりやすくやります。もみあげの位置からこういう感じに髪の毛が例えば入ってるとしたら、すごいカットって楽なんですけど、ここがあるがためにどうしてもちょっとつながりっていうのはネープの方が難しかったりするんですけど、このネープのとこだけをちょっと処理していきたいと思います。なのでこのもみあげの延長線上のところをまず取りますね。でこの今取ったここの線とこの線をつなぐるっと、自然につなぎます、ね。はい、そうするとこのベースの、これブロッキングしました。でこれベースの毛が出てきますね、ここに。で、ここにちょっとえぐりを入れていきたいんですけど、まあ、これを普通に、ブロッキングしないで普段はカットするんですけど、縦に引き出してちょっとパッツにする場合なんですけど、R シザー使って、ここもさらに分かりやすくやりますね。こんな感じで普段こんな風に切らないですけど、こうしたらこのパネルに対したらここをえぐる感じですね。パツンと、ここをコンケーブでえぐります。はい、これえぐりました。そして、次のパネルをまた取って、まあこれを止めないでカットしていくような感じですね。はい、このままぐるって指をやったら、ここにこのケープを入れていきます。すごい簡単です。でサイドとかは毛の量が少ないんで、これをやりません。マジ毛脱毛マジ、うん、ストレスどこが嘘いやーもーやだと思ったよ。自分ハゲとかできたらどうしようと思った。そうもないですね、性格で。はい。実際はできそうもない性格してるんで大丈夫だと思う。いや、できるかもしれない。ストレス溜まるよ。もうね、雑なんだよ、扱い方が。意味めっちゃちゃんとしてんじゃん。いや、人の扱い方が雑すぎる。嘘だろ。嘘だろ。はい、こんな感じで。で、ネープ切りましたんで、まあこれこんな感じなんですよね。サイドとかは大丈夫なんで、まあそこでさっきのラインをちょっと見てみたいと思います。はい、縦でちょっと見ていきますね。ちょっとこう出てるところがあるんで、そこを縦スラで取って少しえぐります。ちょっとつなげる感じなんですけど、あまり上まで切らなくて大丈夫です。バックに持ってきて、こうえぐる方ですね、えぐる方で切るぐらい。
そうですね、ここでさっきの延長線上のところをちょっと切るかな。ハイドはあんまりやんない方がいいんですけどね、ほんのちょっとだけとか、あ、すみません、ほんのちょっとだけ、本当に先っちょを若干切るぐらいですね、サイドは。縦座で引いて、この最後のところをちょっと取るぐらいです。あんまり取らないでくださいよ。はい、後ろにオーバーダイレクションさせて、本当に先っちょをちょっと取るぐらい。バイアスの縦スラで取って、あんまりこれ隣と繋がってなくても逆に良くて、結構独立しちゃって大丈夫なので、タワーごとに取っていきます。で、あんまり深く入れてないですね。これをグッて入れすぎちゃうと、表面の毛が重さなくなっちゃうので、中間持って、こう先っちょを入れるぐらいですね。で、ペンシルは、滑らかに切れるラインに加工されているので、縦にこう持ってきて、先っちょ、指は切らないでください。毛先をちょっと入れるぐらい、中間の削ぎはいらないので、ちょっと毛先をぼかすぐらい。で、彼女の意向としてはあまり内巻きにもしたくないということなので、まあ、結構ペンシルで縦に出して毛先をチョップ入れるような感じで、やるぐらいでいいかな。ちょっと硬さが残るぐらいの方が内巻きになりづらいんでいいかなと思います。バラバラにならないように、バラバラじゃない、隙間が開かないようにして毛先だけ T2 でちょっとぼかします。カラーのレシピなんですけれども、今日フォレスト6-91、それから6-91ですね、それからですね、99-81ですね、プラチナ、それから、イゴラの、ロイヤルピックサム F の CPV11 バイオレット、これを塗っていきます。配合は111です。